熊本市内の目立たない場所に多くの熱心なファンを持つ本屋さんがある。大大書店だ。店には店主田尻さんがぜひ読んでほしいと思う本だけが並ぶ。マニュアル本や売れ筋本はなく、熊本ゆかりの作家や弱者に寄り添う本が多いのも特徴だ。店を構えたのは2001年。当初はカフェの一角で好みの本を売っていたが、ネット販売に押され地元の本屋さんがなくなっていくのを憂えて、カフェの隣に書店を開いた。本って内容だけだったらもうデジタルで OK じゃないですか。でも五感を使って選ぶっていうことが必要だと思っていて、そういう本屋であれればいいなと思ってます。口コミで評判になり、次第にここには地元の本好きはもちろん、作家やアーティストも集まるようになった。彼らからの提案でトークイベントが開かれることもあり、大大書店は今や町の文化的サロンのような存在になっている。さらに田尻さん自ら責任編集を務める文芸誌を創刊。著名作家や地元の作家が力の入った作品を寄せ好評を博している。ここに来れば本や人との素敵な出会いがある。本を愛する一人の女性が作った店は今、文学や芸術の豊かなネットワークを生み出している。